26年間活躍した JAXA を卒業します。で、3回目のミッションを終えた頃からですね、これから選抜される新人宇宙飛行士たちに、まあ、道を譲りたいと考えるようになりまして、今回の、退職の決断になりました。来月 JAXA 宇宙航空研究開発機構を退職する野口聡一さんが今日記者会見を開きました。野口さんの宇宙滞在時間は日本人2番目の344日余りで、3回目の宇宙滞在は日本人最高齢となる55歳で達成しました。今後は民間人として研究機関や教育機関などで活動する一方で、宇宙飛行のツアーガイドなど幅広く挑戦したいということです。